まずはこちらをご覧ください。こちらはシュータン裏についているラベルとなっております。で、このラベルをちょっと今回見ていきたいんですが、このラベルの内容が分かればですね、よりニューバランスを楽しめるかなと思いまして動画にしております。ざっくり見ていきましょう。まず左上ですね、D、 これは Width です。横幅の広さですね。でその下が、MR993GL、 まあ品番です。でその下がですね、おそらくまあ商品番号というか、まあロットナンバーなのか、ちょっとこちらではわからないです。でその下が、サイズですね、US サイズ、UK サイズ、EU サイズ、日本のセンチメートルとなっております。で今回特に、言いたいのがこの NB ロゴの下 MFGというところですね。この993に関しては、2040とあります。これはですね、西暦と、週を表してまして、2020年の40週目に生産されたということになっております。2020年の40週目は、9月末から10月頭というところです。でその下LOC とあるんですが、これ L ですね。これはですね、おそらく生産場所、生産ラインを表していると思われます。今回993を、ちょっとサンプルとして出した理由がありまして、これ2012年頃からずっと、廃盤ですよって言われ続けてきているんですが、まあこの写真を見ていただけるとわかるように、とうとうこの2021年今年3のものが、出てきましたよというところです。で私が持っているものも、まあ、20年産なんですよね。で、いろいろ画像を検索していくと、まあ、19年産のもの、18年、17年と、確認できており、まあ、ずっとその辺作ってたんだなという感じです。でいろんなショップ等でもですね、まあ、個人で販売されている方も、まあ、この993はもう廃盤、手に入らないっていう感じで売ってるんですが、まあ本国では作ってますので、まあそろそろ日本にも来るんじゃないですかねというところです。もう一つ廃盤つながりで言うと、まあ、有名なモデル1400ですね。こちらも4月頭で、ブラックのスウェード、こちら日本発売が決まってます。まあ、今後ですね、その海外の動向とかも見てますと、まあ、続々と1400いろんなカラーバリエーションが日本展開されるんじゃないかなと、踏んでおります。私の名前は羽生バラオ。最近ニューバランス沼にはまり、欲しかった993をフリマサイトで探している日々、評価ゼロの激安出品者は素人の私にも偽物だとわかるためスルーしているのだが、この日とうとう出会ってしまいました。新品未使用の狙っているサイズでした。さらに出品者情報を覗いたところ、評価が80以上あり、写真も実物を載せてありました。タグの写真もしっかり載せてあり、信頼できる出品者じゃないのかなと思っておりました。すかさず購入の意思と、いつ頃購入されたものかという質問をコメント欄に書き込みました。2時間後に返信が来て、その内容に背筋が凍りました。
今の内容なんですが、実際ですね、ちょっとわかりやすいように内容は変えてあります。なんですが、私がですね、評価を持ってる、偽物を出品してる、人に対してですね、ちょっと調査というかタグの意味わかってるのかなと思って、ちょっと質問をして、まあ、テストというかですね、試しにやってみました。おそらくですね、出品者はタグの意味は分かってなかったです。もし分かっていれば、嘘でもその製造年より後の購入日を伝えてきたと思います。まあ、そう考えると、その買い手側、私たちが、まあ、ちょっとそのタグの意味等を知らないと、まあ、完全に引っかかるというところだと思うので、まあ、タグの意味、知ってて損はないかなと思ってます。まあ、それよりもですね、やっぱりこのニューバランス好きのものにとって、まあ昔の品番ですね、これがあのいつ、まあ、再販というか生産ラインに載ってたのかっていうところを、まあ、ちょっと想像というかですね、まあ、今回993を上げたんですが、まあ頻繁に作られてるんですよ。でその辺をこう想像して、まあ一回ここで止まったんだろうけど、また作り始めてるみたいな、その辺をですねちょっと想像して、見るのがすごい楽しいですね。先日購入した、990V2 もですね、あれも私が所有しているものは20年に作られているということで、まあ、歴史を超えてというかですね、最初に、発売された発表された時からまあ年月は経ってるんですが、今もなお、まあ、しっかりと作られてるっていうところ、まあ、ニューバランスらしさというかですね、まあすごく感動的なんですよね。はい、ということで、まあ、ニューバランス好きというかが、まあ、ちょっとした、楽しみ、ここをタグにも見出せますよっていうところを、皆さんと共有したいなと思って、上げた動画でした。また次回も7ビットチャンネルご覧ください。7ビットでした。